ちょっと待ってよ。鶏肉ない。ヒンチャオ。ベトナムスイマスゲームです。お願いします。お願いします。さあ、今回はですね。はい。ベトナムマックベスト3を紹介したい。したいよね。うん。前もね、あのベトナムのフォーバーガー紹介したことあるんだけど、うん、もう俺ら7年在住7年が紹介するベトナムマックベスト3ですよ。旅行で来て、うん、まあ言ったら知らない場所じゃん。うん、そんな中にやっぱ知ってる、うん、見慣れたお店があるとホッとするじゃん。そうね。だそれもあってさ、うん、来た場合みんながよりどころにできるマックみたいな。ほんとそうだわ。そういうのが1個あると困った時にそこ入りゃええやん。そう、財布に1万円入ってる感覚よね。感覚で言うと安心感。安心感。安心感。1万円あるだけでもあどこでも行けるやんちょっと若いな。いや若い、高校生みたいな。もう四十ですわ。四十が1万円で1万円。はい、はい、それぞれじゃあトップ3紹介していきましょう。はい、では第3位、デデーン。溶けてるマックアイス。いやこれうまいよね。これはもうだってもう日本と全く遜色ない味。珍しくない？でもん、日本と同じって珍しくない？他のさ、いろんなものを、うん、てかもうほぼ全メニュー、うん、同じじゃないじゃん。なんか同じような顔して近づいてくるけど、いざ、ね、いざちょっと脱がしてみたら違うみたいな。確かに。いやでもこれはね、安心して食べられる。ベトナムのアイスとかさ、うん、結構甘みが独特だったりするじゃん。だけどもう日本と一緒だけ、まあ、世界標準なんじゃないこれが。今1万ドン、日本のレートで言うと今60円だね。6かけで3個0取らなんて今。いや難しいな。もうむずいよ。ダメ、計算の仕方が。割る200じゃダメ、うん、もうダメ。で60円。60円か。日本だとだって100円ぐらい。多分そうじゃない。そんぐらいだよね。だからでも60円か。え、めっちゃ良くない？安いね。めっちゃ安いよ。そんな安かったらもうダメよ。これはめっちゃうまい。チップ入れてきた？いや入れてない。これはもうちゃんとそういう適正価格として払ってる。チップ入れてきましたか？いや、チップ入れてきました。ピンプだ。第3位はこちら。やっぱりこれでしょ、フィレオフィッシュ。いや、うまいよ、ね、めちゃくちゃうまい。うまいよ。確かに。やっぱね、このまずね、見てこの。え、めっちゃ綺麗じゃない？めっちゃ綺麗よ。うん。なんか俺日本ではさ、本当申し訳ないけど、ベチャってパンが潰れてるイメージよ。本当これ、うん、生まれたての赤ちゃんと一緒です。いや。めちゃくちゃ綺麗。見て、このツヤみたいな。でないし、ね。めっちゃ綺麗。まあまあね、その中も悪いとこ一緒ですよ ね、 そ れ、 ね。それはでもマニュアル通りだと思いますから、レシピは、はい、まあね、バンズが違うからね。でちょっとこれあるあるを一つ、この今見て分かったと思うけど、センター取らなすぎがち、これはずれがち。これはだから少し自分でずらしてちょうだいっていう、ずらしてちょうだいっていう技、技を磨け。でもこれチーズ入ってるけど無理だ。いつ一番、はい、まあでもこれは本当にうまい。日本でもやっぱなんだろう、バーガー、ハンバーガーにちょっと飽きたお口直しでこの白身ね。いや困るよ。もうめっちゃ俺子供の時めっちゃ好きだったこれね。ああ、やっぱうまいよね。いやーうまい。やっぱその油でね、ちょっと疲れた時とかもこれとか最高ね。3位。はい、これでも皆さんに言うならば、照り焼きマックバーガーとかそういうのないですからね、この国には。そうね、照り焼きマックバーガーは日本人の人大好きやもんね。多分ベスト3みんな入ってくるレベルでしょ、あれは。あれは BLT もないんじゃない？まあそうね、ないね。そのなんだっけ、ダブルチとか言われてる。ないそういうのもないんですよ。ない。第2位はデデデデデーン、チーズバーガー。あーね、これはもう安心安全安泰。
あんぱん。チーズバーガーチーズバーガーでございますよ。もうこれはもう一緒よ。これも一緒ですよ。もう一つ39,000円分だけ240円。でもね、日本のチーズバーガー、うん、もっと安かった、うん、もうベトナムより日本の方が安いんで。え、でも分からん、その円安を関係なく、関係なく、そうね、200円、その円安の時で200円のだけで関係なく安いだよね、うん、だから差が開いたって感じ。差が開いた、円安のせいで。そうね、さらに、うん、なんだ、そのなんかアイスクリーム紹介してチーズバーガー紹介して、うん、小ぶりな食材が多いで、なんて言ったらね、これね、子供もめっちゃ好きなんよ。へえ。うちの子もね、チーズバーガー、はい、大体チーズバーガー。はあ、うん、ハンバーガーじゃないんだ。あの、やっぱチーズ入ってるのも好きだし、ハンバーグもそうだし、ハンバーグパテとかも好きだし、フレオイッシュとかよりこっちの方がやっぱ好きね。 うまい。なんかある、チーズバーガーの思い出。チーズバーガーの思い出、うん、でどんな時にマック食べてたよ、だって。俺らも高校時代でさ、チーズバーガー80円世代だよ。そうなんよね。僕ら世代は。そうなんよ。死ぬほど食ってるよ、俺ら世代は。82年生まれ世代は。まあ、ハンバーガー、チーズバーガー、60円と80円で買えたし。そうよ。あの時代だ、俺ら。だから俺らも、ほんと、10個持って。いや、マジで10個とか。うん。そう。で、その時にね、正直食いすぎて飽きたけど、やっぱ帰ってくる。そうね、まあ、あの時の思い出よみがえるしな。そうそう、いや、もうマジで部活終わりでめっちゃ食ってたわ部活したって何を放送部で、なんかその、いや、いいけど、なんか分からん、部活中に食いそうやん、放送部だったらめっちゃ食ってた。でも、うまい、ほんとうまい、大事なんか何から説明したい？これだけ、これ何？あのベトナムって、うん、あのマックに、まあ、ご飯物があるわけよ。はいはいはい、ね、でご飯物で、まあ、ご飯と、まあ、チキンのやつをね、うん、頼んだんだけど、今さ、よしでちょっと待ってと思って紹介するからと思ってチェックパッてしたら、待って、ねえ、米しかないって。ちょっと、おい、入れ忘れとるやん、肉。いや、でもこれ、今もあれ、俺食ったと思われる？あ、食べてんじゃん。ちょっと、でも行くて、俺が行ってくる、これ。さあ、え、丸々私より買ってる。入れてくれてる、ね、入れてくれてる、入れてくれてる。でも、ほんとソースオーリーだった。ああ、ソースオーリーってめっちゃ、だって、もうそれで謝らなかった、大問題だよ。僕が紹介する第2位はこちら、バーン、鶏の定食。え、ちょ待って、フライドチキンがさ、もうベトナム語でガランっていうんですけど、ね、ガラン定食って言いそうになって、すいません。え、入れてき第2位はこちら、これね、蓋もね、毎回ちょっと開かない追ってんだよ、逆に。入れてき第2位はこちら、おまさか、こちらです。じゃーん、これは、まあ、日本ないけんね。ないね。これはもう米だもん、うん、米、名工通りよ、名工通り、うん、これ日本の唐揚げっぽくないというか、なんかそう、ね、クリスピー感あるね、うん、サクサクのね、うん、これがまたね、うん、で一応ね、あのニンニク醤油がついてる、うん、あとはまあケチャップと、はいはいはい、チリソース、うん、甘いチリソース、甘いチリソース、ね、揚げ物系につけて食べるのってみたいな、ね、この肉、うん、手でいっちゃうけど、このさ、でっかいよ、めっちゃでかい、顔と比べてこんな一緒、顔と一緒、めちゃめちゃ伸ばしてる。いや、これソースね、2種類あるよ。これこう辛くないのにしてるけど、辛いのとこの普通の、はい、マジで、はい、うまい、うん、入れた瞬間、うん、マックの匂いがめっちゃ広がる、はい、
ありがとうございます。あの、わかる。マック入った瞬間、あ、マックだなって。わかる。いや、あれマジでうまい。代表。マック代表。これと米ね。そう。だいぶ甘いソース。入ってます。これさ、僕さ、そんななんかタイ米感強くないよね。そうね。まあでも、日本の米とは全然違って。まあね、まあね、それはそうだけど。まあね。めっちゃパサパサって感じじゃないよね、これ。そうね、うん、そうねって言ってるけど、これに関しては結構パサ。マジ？うん、結構パサ。結構パサだけど、まあこれね、結局このソースとかをさ、かけることも想定してあると俺は思っている。確かに。その優しさ、ホスピタリティと思っている。吸い込みやすさね。はい。吸い込んでくれるわけ。え、そう、そういうソースをさ。ああ、この米がね。乾かしてることで。水分があるとさ、べちゃべちゃになっちゃう。そう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 。そう、それをね、そうそうそう、吸い込むっていうの。乾いてるおかげで、うん、吸い込んでくれる。そう、吸い込んでくれる。そう、吸い込んでくれるのよ。優しさ。こうピュッてほら、醤油。え、僕だ。あの、2滴ぐらい。これで知るのよ。あ、日本のこういうパッケージって開きやすいなって。あ、ここでね、ちょっと。日本と比べて日本の良さも知ることできる。確かに。でもこれはうまいみたいな。そう。で、これ開けづらさっていうエンターテインメントもあるけどね。うわ、ポジティブ。そういう。そうね。そこで楽しめるっていう。うん。まあでも私このお米はね、まあ口に合わなくてもおるとは俺は思うよ。うん、そうね。これに関しては本当こっちに来て自分が好きかどうかを判断してください。そう。で、これね、やっぱ安いのよ。いくら？3万9000ドン。全部で3万9000ドン。そうよ。240円ぐらい。今のレートで言う。もう今のレートで行こうよ、絶対に。もうこの言葉いいな。もういらん。今のレート。絶対に今のでこう。今というか、ここ最近。そう、ここ最近でね。ここ1ヶ月ぐらいのレートで行こうよ。行くと240円。めっちゃ安いやん。意外よ、2位に選んできたのはめちゃくちゃ安い。まあだから、かなり日本にないってことで、かなりの付加価値で2位まで上り詰めた商品。衝撃をね、受けたっていう。そうそうそう。って思ったら、やっぱ思わなかった最初。え、米あんの？マックにみたいな。そうよ。アメリカさんがね、持ってきたもんですから。かなりこう、その土地に合わせて作りましたみたいなことでしょ。そう。体験としてもいいじゃん。そうね。俺、まあ、毎回言うけど、体験を大事にしてる男だから。言ってる？うん、言ってんの毎回体験をねこれでできるっていう。旅行でね来た時に食べてみるっていうのは、うん、そう本当に本当に写真撮るべきだった。うん。インスタ映えとかできますよきっと。なかなかマックでご飯がねないでしょ、はい。うん、だからそう、そういうのも含めての第2位こちらでした、はい。そして栄えある第1位は、はい、何でしょうか。何いや、バーガーじゃないとこ行ってる。いや、結局これお前が紹介してるチキン。さっきのね、ご飯とかにもついてましたが、はいはい、この鶏のね、これうまいのよ。これマジで。こっちの方が良くない？え？こっちの方が良くないですか？マジうまい。ガラン。やっぱね、ハンバーガーに付け足したいもん。けどこれご飯ついてます。しかも俺ちょっと今気づいたかも。なんか魔法の粉みたいなのかかってるわ。あれ違うかな、もしかしたら。え、ちょっとスパイシーかかってるでしょ。スパイシーな風味の塩コショウじゃない、スパイシーパウダー、うん、かかってるよね。それがめっちゃうまい。これがめっちゃうまいよ、うん、その食欲増殖、増殖。え、食欲。いやいやいや、食ってごまかさんでええの。言えてないし。不思議よ、こっちの人ってこれにさ、言ったらケチャップこうやってついてくる、うんうん、俺とかつけるわけじゃん、うん、いやもう十分よ、味十分。別に俺も ないならないでええもん、別に。まあ、出してくれたらちょこっと味変でつけたりはするけど。あ、そう、うん、俺ぶっちゃけ使ったことない。ただただ家でチキンライス作る時のケチャップに変わる。味のレポはさ、うん、まあこれはちょっとはね、日本のマックチキンとはちょっと味違う気するけど、うんうんうん、まあ、言うとしてさ、なんかその、ある
思い出鶏肉の思い出ある？その付加価値、そのスパイスみたいなパウダーかけさせてよ。鶏肉でしょ、うん、思い出。いや鶏肉というか、マックのこのマックチキンとかなんだけど、マックチキンの、ね、やっぱマック界なのに、急にね、うん、海で鶏肉、焼き鳥食いましたっていう話されても意味わからんから、それ夏の思い出だし。いや、そういう思い出しかないよ。違うよね。そういう思い出しかないよ。え？なんかそのマックで、例えばデートをね、彼女と行って、俺らなんてカドマックっていうね、熊本にある。カドマック時代ね。カドマック、めちゃくちゃ行くわけじゃん。行ってた。その時って食べてたんだって話よ。そうね。いや俺らチーズバーガー80円世代。チーズバーガー分かったよ。80円ね。安かったな、次。いや、カドマック行きてー。俺カドマックの2階のさ、うん、席からこう道路というか道が見えるじゃん、うん、ホコ天が、うん、あれを見ながらマック食べて、あ、かっこいいというなとか、かわいいというなとかで、うん、この何、俺の感性磨かれるし、あれで作ったよ、マジで。あそこに座ることが大人の階段登った感じだね。いや、ほんとそうだった、うん、街まで行ったら、うん、とりあえずカドマックみたいな。俺ら知らんかったっけど、ね、カドマックっていう言葉。確かに高校入るまで俺も知らんかったよ。街によく行くようになって聞く。そう、話なんか街界隈に住んどる人が高校同級生とか出るわけじゃん、うん、そいつらがさ、カドマック行くどこみたいな、ね、カドマックって言うよ。俺そのカド、大体カドじゃねとか思いながら、何の話やん。ずっとカドマックの話してる。いや、カドマックで俺もうええわ、もう食べ終わったわ、もうチキン。待ち合わせとかせんかった？なんか女性と。もうええ。では、いいで、完璧だった。第1位はこちらでございます。これだよね、ビッグマック。結局ね、クロシマイね、このマーゴードね、ちょっとレタス、おまがいいね、また、うん、これ食った腹いっぱいになる。そしてね、あ、正直、うん、めちゃくちゃ食ってる、俺、これ。だって、うまいもん。あ、手軽だし、うん、うまいし、ほんと腹いっぱいになるし、うん、俺、日本にいる時なんて、手出らんかったよ。あ、ビッグマック高くて。あ、日本だとだって500円いくらぐらいですか。セットだったらだって結構でしょ、700円とか600円とかでしょ。それをこっちだったらさ、8万9000でセットな、これ6万9000円と。なるほどね、うん、あ、ビッグモックは6万9000円だね。単品6万9000円いるよ。420円だ、高っ。手出らんやん。手出らんやん。最後1万円だと手出らんやん。出らんよ、やばいやばい。大事に食べます、いただきます。うまい。俺なんでこれをね、よく頼むかとね、うん、日本と違ってそのメニューがあんまりないって言ったやん、うん、それのせいでもあるの、まあ、おかげというか。ああ、確かに日本ってね、いろんなの食べ比べできるもんね。そうだし、やっぱほら、照り焼きマックのあのテリテリとか食べたいなって言ってもこっちにないし、確かに。じゃあ普通のハンバーガーとかばっかりじゃない。季節もんでね、月見とかさ、グラゴロとか、日本って結構ね、あ、それにあの時期に合わせて出しとるけど、ベトナムって、まあ今はフォーバーガーでまたやってるけど、うん、ないけんね。ない。そう。そうなると、その結局このビッグマックになっちゃうんだよ。チキンバーガーね、うん、マヨネーズチキンとかないのよ、マジで。だからチキン系が3種類で、ハンバーガーが、まあ、チーズバーガーとダブルチーズバーガーと、これ何だ？ホワンジャーって。皇帝バーガー。ロイヤルバーガーみたいな。多分ロイヤル、そうだ、ロイヤルバーガー、ちょっとまあハンバーガーになんか足してるんじゃない、他の具材、うん、ロイヤル。でもあったかもね、日本にもロイヤルチキンバーガーとロイヤルハンバーガーあった気がする。ちょっと野菜多めね、うん、それぐらいなのよ、うん、であとビリオビッシュ、うん、そうね、うん、そうなってくるとやっぱビッグマックぐらいパンチ力あるのももう食べたくなるよね。そう、だから選択、そのタレの選択肢があんまりないけん、うん、確かに。ってなるとやっぱビッグマックのタレっていうかソース、うん、うまいじゃん。うまい、うま
けどね。これを食べたくなっちゃうね。そうだから結局毎回これビッグマックセット。マジ。でもこんだけ野菜入っとったら1日の野菜摂取量超えるっしょ。取れてるんじゃないかってね。ほんとね、ベトナム来てから食うようになった。やっぱね、野菜をマジ食べんじゃん。そうね、マジ食べんじゃんっていうか、食べる機会は結構少ないと俺は思ってんだよ。だから自然とちょっとこれビッグマック野菜入ったでしょで、見てこのラッキーの弁当ね。弁当にもね、弁当にも一応このキュウリと入ってんすよキュウリが野菜をね、ちゃんと取ろうと。そう、1個はやっぱ俺は1人じゃん。肉しか食わん。で野菜やっぱちょっとでもね意識して見て、フィレオフィッシュって、ね、こう肉でもないけど魚も取れるっていうね。バランスいい食事を心がけて全然バランスよくないけどそうそうそう、これがね私の1位でございます。はい、はい、さあもうベトナム来た時はぜひ食べてみてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。Chào đại minh trong tim.